こんにちは、こんばんは、葵です。神田迷路、10回目、始めます。切り番来ましたね。さて、前回で、まあ、行けるところは行きまして、まあ、いわゆる密室殺人ルートは、ちょっとね、行き詰まってしまったので、そこで手に入れた鍵を使ってね、前の方に、かなり前の方に、戻ってみることにします。それでは、どうぞ。はい、それではかなり前の方まで戻ってきました。ここはですね、まだエレベーターで下に降りるところですね。それで手を握って、それが下突きの手だと思っているところですね。まあ、1回目の時はこの A の手を握りしめた。実はこの手は、まあ、黒川の手だったんだけどね。で、B は選んでなかったんだけど、さっきね、選んじゃいました。そうすると、先の方に行くと、ちょっと軽い分岐はあったんですけど、結局ね、元のルートに戻りました。なので結局この C を選びます。生き延びる方法をふと思いついた。これだ。その瞬間、記憶の断片が次々と私の脳裏に浮かんできた。地震、水濡れ、次々と訪れる C。消えた霜月、爆弾の推測、息苦しい空気、歪んだ空間、今までに経験してきたバッドエンドルートを全部覚えてんだね、これ。不思議だ。爆弾だ。そうだね。雪村の義足もあったしね。そうだ、爆弾。今は霜月についてあれこれ言っている場合ではない。そうだ、もし雪村が爆弾を仕掛けるとしたら間違いなく今だ。私は振り返った。停電のせいで真っ暗で雪村がどこにいるのか全く見えない。私は手を伸ばし、空中を手探りした。幸いなことにすぐにセーターのような感触のものに触れることができた。これは雪村の衣服に違いない。本当に？あ、雪村の悲鳴が私の目指すべき方向が正しいという確信をより強固にした。どうしたんですか？誰かが私に触ってる。黒川さん、お願いですから動かないでください。なんじゃと、わしじゃないわ。まあ、それは違うわな。エレベーター内は混沌としている。僕です。その時明かりがついた。雪村再び大声で悲鳴を上げた。変態。彼女は間違っていない。誰がこの光景を見ても私が変態だと勘違いするだろう。私は彼女の太ももをしっかりと抱えていた。爆弾を仕掛けようとしてますよね。お、そうはさせませんよ。何言ってるのよこの変態。お、ハルグ君、そういうやり方はやめていただけませんか？いや、若林さんは全然わかってないです。うん。何ですって？とにかく、彼女を話してください。いや。どうしたものか。お、三択か。これはきついな。うん。下月に助けを求める。下月も共感してくれるかもしれないですね。うん、地上に戻ることを要求。黒川に助けを求める。黒川じゃ無理だな。黒川も、なんかあるからね。下月ちゃんしかいないかな。そうだ、下月なら私がやってることを理解してくれるかもしれない。うん、雪村が爆弾を持っているという仮説を話してくれたのは彼女だ。この先でね、振り向いて下月を見た。下月、助けて、彼らに説明して。どうだ、下月は少し困った様子だったが、それでもうなずいた。もしかしたら突発的な兵所恐怖症の発作かもしれません。しばらくそのままにしてあげてください。ごまかしてくれた感じ。これはそっちじゃない。私は雪村を話した。爆弾のこと覚えてないの？君が話してくれたんじゃないか。いや、それちょっと。何を言ってるんですか？だから、ちょっと待って、私は何を言おうとしてるんだろう。突然記憶の断片が潮が引くように消え去った。まあしゃあないな。私はこめかみをさすりながら言った。すみません、自分でもなぜこんなことをしてしまったのかわからないんです。うわそしてみんなの困惑した視線を背に、私は再び客室のある B1 に向かった。うわー、ただの変態弱りさせちゃった。若林が夕食を運んできた。食べながら私はなぜあんな奇怪な行動を取ったのか自問自答していた。
爆弾？爆弾ってなんだ？私は目の前の壁を見つめていた。心の中では次から次へと疑念が湧き上がってくる。これは多分、ああ、そうかそうか。結局、ここのルートから戻ってきちゃいましたね。だったら一回戻るしかないね、これ。これだとどうしようもないや。戻りますね。下月ルートだとダメだね。じゃあ、黒川だね。多分、これもダメだと思うんだよね。え、突然、後ろから刺されたような痛みを感じた。それと同時に、裏切られたという怒りが込み上げてきた。黒川！お？私は黒川に向かって怒りに満ちた声で叫んだ。彼も驚いて飛び上がっていた。この小僧、なんなんや。あんまり年寄りを驚かせんなよ。どうして裏切ったんだ？協力し合うって約束したじゃないか。何のことだかさっぱりわからん。なんかすごい曲が混同してるな。私は雪村の背後に回り込み、片腕を彼女の首に巻きつけた。絶対に警察に突き出してやる。うわあ。あんたももう終わりだわ。終わりなんて飽きるほどいろいろ見てきました。そうだね。私はうつむきながら雪村に言った。漁師さん、一体どういうことですか？下月なら分かってくれると思ったけど。落ち着いてください。まずは雪村さんを話していただけますか？誰も動かないでください。一歩でも近づいたら彼女の首をへし折ります。できるのかお前。若林はその前に立ち尽くし途方に暮れていた。面白いやないか。小僧がこげなこともできるとか思いませんかったぞ。ほら、次は何を見せてくれるんや？そういうあなたはどうなんだ。劇でも見てるつもりですか？彼女には爆弾が仕掛けられています。もし放っておけばこの地下研究所は全て水没することになるでしょう。そうなればあなたが盗もうとしているデータも水の中だ。任務は失敗に終わりますね。どういう反応を示す？黒川の顔色が変わった。私の言葉が彼の神経を逆なでしたようだ。何を言うとるんだ。何を言っているのかはあなたが一番よく知っているはずです。私に協力してくれるならここにあるデータを持って生きて地上に出られることを約束します。なぜかそういうことになってんな。空気が凍りついた。周囲にはエレベーターのゴーゴーとした運転音だけが響いている。お前の目的は何か？今は教えられません。それで私が協力するとでも？信じないなら後悔するだけです。黒川は黙り込んだ。これ協力するかもしれんね。考え込んでいるようだ。突然背後からパネルを操作する音が聞こえてきた。若林だった。触らないでください。今エレベーターを上昇させたら爆発します。それでも若林は操作をやめず、パネルに向かって手を素早く動かしていた。私が止めようと前に出た時、若林が助けを求めるように黒川の方を見た。黒川さん、こいつの言うことを聞け。お？こいつの言うことを聞けって言うとるんじゃ。なんか悪者同士で組んだみたいになっちゃったんだけど、黒川が若林を乱暴に反対側へ押し合った。若林の体がエレベーターにぶつかり少し揺れた。取引成立ですね。協力できて嬉しいです。もし私に嘘をついていることが分かったら。分かっとるよな。やばいやつ。もちろんその時はご自由に。次はどうする？エレベーターを B6 階まで下ろして小坂井に会いに行きます。漁師さん。下月が突然口を開いた。小坂井さんに？どうしたの？自分が何をしているのかは分かってるんですよね？もちろん。私は断固としてうなずいた。私のその断固たる眼差しを見て下月もうなずいた。それなら私もあなたの味方です。あ、そう。下月が私を信じてくれたことが嬉しかった。あんたたち本当に頭おかしいんじゃないの？一体何考えてんのよ。何や何やら、
聞いたやろ。エレベーターの行き先を B6 階に設定せえ。まあ、雪村はともかく若林さんは困るだけだよな。黒川に強要され、若林はエレベーターのパネルを操作した。ただこれは悪者と組んだ時点でもう先がないような気もするんだよね。エレベーターは止まることなく暗い奈落の底へと降りていく。私はエレベーター越しに見下ろす。この底知れぬ暗闇はまるで生きているかのように周囲の光も音もすべて飲み込んで自分と同じ暗闇へと変えていく。ありし日の封印したはずの記憶が静かに呼び覚まされる。お？田舎の田園風景。ああ、これはずっと過去の話だね。初夏の虫の音。狭く湿った箱の中。ああ。腐った木の花をつく匂い。息苦しさ。死の恐怖。空気中に漂う絶望の香り。私はあそこで死んでおくべきだった。では、私は一体何者なのか。では、いわゆる現実とは一体何なのか。私が終わりのない自己探求に囚われていたとき、箱の外から声が聞こえてきた。あ、小坂井ちゃんだったよね。隙間から懐かしい顔がこちらを覗いていた。それは小坂井だった。見つけた。恩人だよ。彼女は私にそう言った。すべてに終止符を打つ時が来た。来た、B6。金属の擦れるような機械音とともにエレベーターは停止した。まるで運命のカーテンが開け放たれたかのように格子戸が開いた。先に行ってください。めっちゃ人いるわ。他の人が狭い研究室に足を踏み入れたと、私も雪村と共に中に入った。誰も動かないでください。と私はその場にいる全員に向かって叫んだ。幸い実験はまだ始まっていないようだった。小坂井、斎藤、吹谷、みんなここにいる。メガネをかけた女性がパソコンのそばに立ち、困惑した様子で私を見つめていた。私は彼女が誰だか知っている。清水さんね。彼女の手が静かにキーボードに触れようとしていた。まさか警備員を呼ぼうとしているのか。清水さん、手を動かさないでください。え、なぜ私の名前を知ってるんだ。そうなるよね。こいつの言う通りにせえ。おお。妙な真似はすんな。やばいな。黒川にこうやってやられるとちょっとやっぱ悪いことをしてる気にしかならんよね。うん、若林さん、これは何なんだ。私にも分かりませんよ。皆さん何かおかしいんです。黒川はしゃがんで椅子を拾い上げ、エレベーターの扉の前に置いた。逃げようとか考えんなよ。彼は椅子に腰掛け笑いながら言った。さあ、全員ここに集まりました。次はどうするんですか。ちょっと待って、全員とは限らんな。あのマッチョな武田がどっかにいるはずなんだよね。まあそれは置いとこう。私は小さく咳払いをした。皆さんにはこのような形で集まっていただくことになってしまい申し訳ありません。私がこのようなことをしているのは純粋な善意からです。どうか最後まで私の話を聞いていただければと思います。そうすれば私がこのような行動に至った理由もご理解いただけるかと。まあ善意かもしれんけど、悪人の黒川と手を組んでるのがちょっとやばい。善意だ。女に手を出しておいてそんなの信じられるか。まるで獣じゃない。雪村は怒りに満ちた声で付け加えた。雪村さんを解放すれば話を聞いてくれるようになると思いますよ。お、それもそうだね。なるほど。私は雪村を解放した。彼女はすぐに斎藤の後ろに隠れた。そして私は咳払いをした。私たちの中に
殺人犯が隠れています。誰が殺されたの？吹矢が口を開いた。今は誰も殺されていませんし、殺人犯もまだ手を出してはいません。うん。斎藤が声を上げて笑った。はあ？誰も死んでないのにどうして殺人犯がいるってわかんだよ。わかるからです。つまりお前には予知能力か何かがあるって言いてえのか？そうです。バカバカしい。バカバカしいかどうかについては私よりも詳しい人がいます。そうですよね、清水さん。そうか、やっぱ清水さん。彼女は名前を呼ばれ驚いたかのように体を震わせた。それを聞いた黒川はからかうような表情を浮かべ、小さく鼻で笑った。面白えな、敏感な体質を持つ人間が存在するっちゅうのを聞いたことがあるが、お前もその一人なんかもな。あ、そうなの？なんだよ体質って。予知能力のことだよ、三船千鶴子のようなね。おう、黙っていた清水が口を開いた。三船千鶴子、あれは詐欺師だろ。まあ貞子のお母さんみたいなやつだよね。詐欺師？東京帝国大学が専門家でチームを組織して万全の体制で彼女を研究したんだ。知りもしないことを軽々しく断定するな。実際この研究所では超常現象によく遭遇しているし、実験で証明もしている。斎藤は聞き終えるとうめき声を漏らした。そして他の人に向かって声を張り上げた。あんたたちはどうなんだ、こんな馬鹿げた話本当に信じてんのか。この話の後、周囲は静まり返った。空気が凍り、かすかな機械音だけが残っている。くそ、まさか本当に。その、私も感じるんです。まるでここに来るのが初めてじゃないような。僕もだよ、最近この場所と同じ光景の夢をよく見るんだ。なるほど。吹矢が応じた。ということはですよ、皆さんは平行世界で誰かが殺されたというような感覚を持っているということですか？私たちは顔を見合わせ、そしてうなずいた。三木さんの見解は？若林が清水の方を向いた。研究する価値がある。死と関わる予感ほど強烈なものはない。研究？何を言ってるんですか。私が言ってるのは研究課題なんかじゃありません。人の生と死に関わることなんです。行動を起こさなければ私たちは一人ずつ死んでいくかもしれない。とても悲惨な無差別殺人がここで起ころうとしてるんですよ。若林は目を見開いた。まさか本当に？雰囲気は騒然とした。なんか信じてくれる雰囲気になってきたよね、これ。なぜ研究所で人を殺す？それはもう研究内容だよね。それで犯人は誰なんですか？慌てないで、これから話すよ。私は小堺を見た。え？まさか僕が犯人だって言いたいの？君は非常に恐ろしい計画を企てている。え？私はそれを暴かなければならない。え？恐ろしい計画？小堺は再び笑った。それは言い過ぎだよ、ハリュウ君。僕たち幼馴染だろ、どうしてそんなことを言うの？そうだね、なんか唐突に思えちゃった。私が知っている幼馴染は9年前にもう死んでいる。うん。それじゃあここにいる僕は一体誰？いいか、君が誰であろうと何を企んでいようと私が絶対に止めてみせる。君は計画を実行するために多くの人を犠牲にしてきたが、それもここまでだ。真実を暴き、全てに終止を打つんだ。なお、なんかパノラマ視点になっちゃった。頭を上げ、目に決意を宿らせる。犯人は？おお、来ました。何択 ABCDEFG。 あ、一番下に何気に武田がいますね。うん、この感じ。かまいたちック。
かまいたちックだよね、これ。この流れだと、うん。最終局面ではないけど、かなりいいとこまで来てんじゃない？よし、じゃあ一人ずつ見てこう。雪村、は違う。違うよね。彼女はとりあえず爆弾を運んだ人。斎藤、意外性のあるところで斎藤あたりかなという感じはするけど、うん。小坂井ちゃんね。ここはあえてスルーしよう。うん。下月ちゃんではない。ない。うん。そう。吹谷か、この斎藤あたりが、すごい意外性のある、犯人なんだよ。でも、うん、全く理由はないな。この、斎藤か吹谷である理由は全くないんだよな。黒川は、まあ、スパイ。と断定だよね。で、武田は今ここにいないんじゃないか？うん。だからあえてここ武田選んじゃおうか。まず違う人を排除していきたいよね。じゃあ、武田さん？犯人は警備員の武田さんです。武田さん？それは、ここの警備員の武田直樹さんのことですか？これ誰も知らなくない？私はうなずいた。その通りです。なるほど。私もどこかおかしいと思ってたんだ。いつもこそこそと実験の進捗状況を覗き見してたからね。お、清水さんまでそう思ってたんだ。ちょっと待ってください。それが彼の仕事では？若林が武田の弁護をした。まあ確かにね。不可解だろう。地下研究所なんて警備員がいる場所じゃないんだから。武田さんは雇われた警備員ではないんです。実は。若林は一瞬口に出すべきかどうか思案したように瞬瞬した。警察庁から派遣された捜査官なんです。え、公務員だったんですか？何を調査しに来たんです？ポリスメン？詳しいことは私にもわかります。警察庁はこの研究所が不穏分子に狙われている可能性があると考えているらしいです。初耳ですよ。まさか研究所のスタッフでさえ知らされていないんですか？原則としてはそうです。研究所内に内通者がいた時のことを考え、武田さんが捜査官であることはごく一部のスタッフにしか知らされていません。なるほどね。上層部は一体何を考えているんだ。私でさえ知らなかったなんて。ですから私は思うんです。武田さんが犯罪を犯すはずがないと。どうしようか。今から引っ込められんか。警察が何を警戒しているか知っています。考えを切り替えることにした。知らんでしょ、明らかに。うん、犯人は武田さんだ。考えを貫くことにした。うん、最高はしない。あえてしない。よし、じゃあ知らんけどこういう風に流れで言っとこう。警察が何を警戒しているかは知っています。いや嘘だろ。誰かがこの地下研究所を破壊しようと企んでいるんです。あ、それは本当。そう言って雪村の方を見た。その誰かがあなたです、雪村さん。は？何言ってんのよ。研究所を破壊するなんて雪村さん一人では無理なのでは？うん、一人ではないと思う。では、彼女がどうやってそれを成し遂げるか、説明いたします。この研究所は水に囲まれている。間違いありませんか？私は清水に目を向けた。ああ、間違いない。宇宙船の干渉を防ぐために水で囲っている。では、爆弾で壁を吹き飛ばせば、囲っている水が流れ込んできて、研究所は水没することになりますね。そもそも爆弾を持ち込めるわけないだろ。上で確認してるんですよね。清水は若林の方を見た。もちろんです。手順に沿って厳格にセキュリティチェックを行いました。手荷物、カバン、服のポケットに至るまで確認を行いましたので、ここに爆弾を持ち込めるとは到底思えません。いや、あめえよ。雪村さんは義足に爆弾を隠していたんです。私は担当直入に言った。義足ですか？しかし彼女の足がそうだとは思えませんが。
雪村さんは肌色のタイツを履いているので、よく見ないとわからないんです。それに、仮に義足であることに気づけたとしても、タイツを脱ぐように言って確認することは難しいでしょう。若林はあっけに取られた様子で。それは、気づけませんでした。雪村は答えない。だが無意識のうちにか、膝を撫でていた。義足に爆弾なんて隠したら、彼女も爆発に巻き込まれるのでは？あらかじめエレベーターに仕掛けておけば、彼女がそばにいる必要はないよ。つまり、時限爆弾ということですか？ですが、爆発するタイミングで爆弾が地下にあるとは限らないのでは？いや、時限爆弾じゃないんだ。もっと正確な方法がある。どんな方法ですか？どんな？加速度センサーだよ。え？加速度ですか。乗ってきたバスは揺れが激しく、加速度の変動が激しかったはずです。その場で爆発する可能性があるのでは？いや、加速度が短時間変動しただけでは爆発しないようにしたんだ。ここのエレベーターはかなり長い時間をかけて降下するよね。だから、とても特徴的な加速度のパターンを示すはずなんだ。よし君、そのパターンを事前に入手したエレベーターの距離と運行時間から大まかに推測して、そのようなパターンの加速度を検出したら爆弾が作動するようにする。作動した状態でエレベーターが最下層から上昇を始めようとすると爆弾が爆発するようにした。こうすることで爆弾は確実に最下層で爆発し、漏れ出た水が研究所を水没させることになる。なるほど、それなら確かに可能ですね。ですが、どうしてそんなに詳しいんですか？ねえ。まるであなたが設計したかのようです。これは推理だよ。推理？単なる想像でしょ。想像ではありません、事実です。でたらめよ。タイツを脱いでみせればでたらめやって証明できるんやないか？まあね。黒川がそばで言った。おい、こんなエロじじいがなんであんたらに見せなきゃいけないんだ。ですが、その可能性がわずかでもあるのなら確認しておいた方がいいと思います。なるほど。常に一緒にいる斎藤も怪しいってことになるよね。私もそう思います。いや、雪村は首を振る。見せたくない。お、その時黒川が音もなく彼女の背後に回り込み、彼女を押さえつけた。さすが。何してんだ。私は下月と目を交わした。下月はすぐに私の意図を理解し、しゃがんで雪村のタイツを脱がし始めた。雪村の足が休む間もなく暴れ続け、その足が何度も下月の顔面に当たりそうなら危ない。それを見た若林が慌てて彼女の足を押さえた。もうみんなで。すみません。下月がタイツを脱がせ、その足を注意深く探り始めた。ここでしょうか。お、カチリという軽やかな音とともに。ん？おお。私たちが集まって見てみると、下月の手には赤い光が点滅する装置があった。バッテリー、センサー、起爆装置。これは爆弾です。場はたちまち騒然となった。嘘だろ。もう斎藤もそうか、信じられないという顔をした。くそ、まさか本当にやる気やったとは。みんな驚いてる。雪村は突然力が抜けたかのように地面にへたり込んだ。私もこれが爆弾だなんて知らなかったんです。え、本当に知らなかったの？小堺先輩がなんだか教えてくれなかったから。おいおい、小堺ちゃんが弁当箱とか言われたんかな。本当に小堺先輩が信じて、もし爆弾だと知ってたら頼まれても持ってこなかった。もちろん信じます。嘘つき。じゃあなんで私から離れるのよ。俺は。斎藤の両足が震えている。お嬢さん、理由が何であれあなたが爆弾を持ってきたっちゅう事実は変わりませんよ。これをこっそり持ってきたこと、彼氏にも話すつもりはなかったんでしょ。そうだね。私は彼を巻き込みたくなかっただけで。
雪村は頭を下げた。言ってくれればよかったのに。斎藤は悲しげな表情で言った。さて、これで一件落着ですかね。早く誰かを呼んで、この爆弾を処理してもらわないと。待ってください。まだ終わってはいません。私は若林を制し、雪村の方を見た。雪村さん、本当にこれが爆弾だとは知らなかったんですか？雪村は涙を拭いながら首を横に振った。もう信じてもらえないかもしれないけど、本当に爆弾だって知らなかったの。小堺先輩に言われた通りにしただけで。なら、人を殺すつもりはなかったってことですか？そんなことするはずないじゃない！でも、あなた以外に可能性はないんです。私は、雪村さんの言うことを信じます。彼女はただ言いなりになっているだけです。どうしてそう言い切れるの？結局のところ、この場所が爆発によって水没したら、彼女自身も死ぬことになります。確かね。覚悟の上だろう。そんな覚悟を持っているようには見えません。それじゃあ、君自身が犯人だったとでも？どうしてそうなるんですか？ねえ。消去法だよ。あの時、私と黒川さんと武田さんは休憩室で一緒に寝ていた。だけど、夜中に目を覚ますと武田さんは殺されていて、黒川さんは自分の部屋に戻っていた。生き残っていたのは雪村さんと君だけだから、犯人は二人のうちのどちらかになる。いや、そうとは限らない。そんなことがあったんですか？でも、それならなぜ私が犯人だと？黒川さんの可能性もありますよね。いや、黒川さんはもう。黒川さんもその後殺されたんだ。うん。だから、私が犯人だと、あまり愉快な話ではありませんね。うん、だからちゃうよ。私も、こんな推測はしたくないんだけど。犯人は必ずこの中にいるんですか？下月の問いかけが私の思考を急速に巡らせた。犯人は？外部の人間、内部の人間。まあ、それは当然内部でしょう。内部。あの状況で外部から人が来たとは思えない。だから、君が犯人である可能性が高い。周囲の視線が再び下月に集まった。まあ、平行世界の話ですもんね。証拠と状況が私を犯人だと示しているのなら、本当に私だったのかもしれません。でも、動機は？下月は眉を潜めた。私の父は宇宙船研究のパイオニアでしたが、数年前に過激派組織の手によって暗殺されました。え？その話、まさか、下月、サトシさんですか？あ、有名なんだ。下月はうなずいた。あれは本当に残念だった。彼の死によって、関連研究は少なくとも5年は遅れてしまった。過激派組織の目的は物理学の進歩を妨げることです。暗黒物質、量子力学、素粒子物理学、そして脳科学に至るまで、あらゆる分野が影響を受けました。ですが、彼らの行動は極めて隠密で、警察の追跡を軽々と逃れ続けています。私はずっと密かに組織の足取りを追ってきました。あの殺人犯を逃すわけにはいかない。父の仇を撃たなければなりません。そうだったのか。私もその組織については聞いたことがあります。この研究所にも脅迫状が届いたことがありますし、とても無関係とは思えません。草原横行しとるんか。私は疑いの目で黒川の方を見た。まさか、あなたたちの仕業じゃないですよね。何が？あなたたちの組織。ああ。黒川側の？冗談やない。我々はただのビジネスマンだ。利益にならんことはせん。もしここで組織の手がかりを見つけたら、たとえそれが犯罪であっても、私は行動を起こすでしょう。つまり、君が誰かを殺していたとしたら、この中に君のお父さんの仇がいたってこと？下月は真剣な面持ちでうなずいた。私は周りに立っている人たちを見回した。過激派組織の暗殺者、一体誰なんだろう？
黒川以外にそんな人物が存在するとは思えない。これは復讐なんです。あなたの気持ちはわかります。ですが無関係の人を傷つけていい理由にはなりません。誤解しているようですが、私は決して軽々しく人を殺したりはしません。すみません、熱くなりました。それに私たちが話しているのは別の現実で起こった出来事でしたね。うん。お、突然すべての明かりが消えた。ただ一つパソコンの画面だけがかすかな光を放っている。あれ、なぜ電気が消えたんでしょう。ここのレバーには誰も触れていません。問題があるとすれば制御室の方でしょう。小堺さんの仕業かもしれませんね。先ほどから彼女の姿を見ていません。そうだよ、それ誰も突っ込むのがおかしいよ。下月の言葉が私の胸を締め付けた。まず彼女を突くべきだよ。小堺を見てないってどういう意味。さっきまで彼女と話してたよ、うん、そうだよね。雪村ちゃんが、うん、小堺に指示を受けたっていう時点でまずそこを突かなきゃ。下月はすぐに答えなかった。暗闇の中で彼女の表情は読み取れてない。小堺さん、最初はここにいたんです。でも雪村さんを話した後姿が見えなくなりました。何を言ってるんだ。そんなことより早く何とかした方がいいんじゃないか。若林さん、何が起こっているのか見てきてもらえますか。わかりました。皆さん、このままで少々お待ちください。制御室を確認してきます。いや、あんた一人で行ったらまた殺されるよ。暗闇の中に鉄の扉が閉まる音が響いた。不穏な空気が広がる。ハギノ。うん。ハギノ。雪村と斎藤がこっそりと話しているのが聞こえた。その後不規則な足音が聞こえ、薄明かりの中二人が部屋の反対側に向かっているのが見えた。ちょっとどこに行くんですか。私が引き止めようと手を伸ばした瞬間、モニターの光が消えた。え、何が起こったんだ。まさか予備電源のスイッチも切られたのか。皆さん動かないでください。そこにいるのは誰。黒川さん。私じゃない。その時人が地面に倒れる音がした。今の何の音。誰、何この音。私は音のした方向に手探りで向かった。数歩進むと足元から水を踏むような音がした。わ、しゃがんでその液体に触れ、鼻の下に持っていくとすぐに強烈な血の匂いがした。誰かが血を流してる。くそ！もしかして、犯人が動き出したんか。吹き矢の声がしないな。場は混沌としていた。衝突、崩壊、そして混乱があった。突然近くで悲鳴が上がった。また誰かが犠牲になったんだろうか。これはもう崩壊してるな。できるだけ寄り添って。下月の声は彼女が言葉を終える前に消えてしまった。下月？下月？これはあかん。一体全体に何が起こったんだろう。まさか下月まで。壁に背を預ける。心臓が胸から飛び出さんばかりに激しく脈動している。犯人が動き出した。次は私の番だろうか。息を潜めて周囲のかすかな音に耳を澄ませる。しかしその瞬間、突如として静けさが訪れた。死のような静寂が空間全体を覆い尽くす。奇妙な色彩が再び空間を飛び回り始めている。あ、またあれか。うわ、周囲の影がさらに濃い黒色に取って変わられ、空間が再び歪み始める。わかってる。またその瞬間が訪れたんだ。うわわわわ、私は真実を暴くことができなかった。わーお。暗闇の結末ね。なるほど。はい、ということでね、まずはハズレを引いたということで、うん、まあ武田ではないよね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。つっつっく。